さあ、ちょっと番外編っていうことで、設定をね、ちょっとしていこうかなと。あんまりね、こう設定を見せるみたいなところがあまりなかったんで、ちょっとやってみましょうか。登録設定の背番号設定ですね。背番号をとにかく設定を変えていきたいなと思います。うん。まあ、丸と竹富マンが被ってますからね。そこが良くないんだよな、もうな。さあ、竹富マン何番にしようかな。3番とか意外と、うちいなかったからね。うん。そうだね。やっぱファーストらしい3番でもいいんじゃないかな。3番にしますか。うん。で、変えていきたいところで言うとどこだろうな。すごい。ナビキューが投手コーチやってんだからな、すごいよな。じゃあ、期待の選手にどんどんつけていくか。とりあえずね、背番号10番っていうのが、10番と6番っていうのが実はうちだと永久欠番になっていたはずなんですよ。うん。なんでちょっとそこも考慮しつつ変えていきますか。15番ってあんまり野手のイメージないな。ちょっとヒットメーカーっぽく51番とか与えてみる？いいんじゃない？うん。で、6番。さあ、米村の6番ですな。いや、いいんだけどね、全然。6番与えてみるか。あ、1番とかいいね。あ、8番いいね、8番。米村8番にしますか。ショートで8番。あんまイメージないけど。まあ、いっか。で、関門55番ってイメージはあんまりないか。うん。で、今んとこエースナンバーの1と、なんだ、エースナンバー1と、が待ってんのか。なんか1番を誰かに与えようかと思ったけども、なんかふさわしい人間が特にいない感じが。金子が7番ですからね。まあ、しょうがねえか。うん。とりあえずこれで。で、フォーム設定も変えるっすか。竹富マン。スタンダード5じゃちょっとね、格好がつかないわな。あれ？竹富マン右打ちだったんだっけ？あ、右打ちか。どうしようかな。なんかホームラン打ちそうな感じがいいな。バシッと決まったフォーム。なんか落ち着いててほしいんだよな、やっぱり。で、バットは立ててほしいんだよな。この強打者でバット立ててほしいっていうのは、やっぱり小笠原道博の影響が強いな。やっぱ強打者といえばバットを立てるみたいな。あれ？これ松本かな？はいはい。なんだろう、もう小笠原でいいな。小笠原にするか。やっぱ小笠原のフォロースルーが一番かっこいいんだよな。ビシッと決めてほしいな。小笠原だと何番だ？小笠原だとビシッとしてるからわかるんだよな、すぐな。前の方かな。尾だもんな。うん。どうしよう。うわぁ。これ前だか。あ、違う。これが？お、のりさんか。のりさんね。のりさんでもいいな。のりさんにするか。のりさんにしてみるか。のりさんだな。竹富マン、お前はのりさんだ。堀井くんもね、なんか、堀井くんはなんかもう、ピャッとしたやつがいいな。なんか、別にこだわりがないというか。あ、これでいいわ。これでいいわで決まっちゃうんだからな。塚越、お前オープンスタンスだ。なんかないかな、ちょうどいいやつ。なんかね、強打者じゃないやつがいいんだよな。あれ？のり、あれ？どれだ、のりさん。こっちか。あれ？あれ？わかんなくなってきた。あ、どっちだ。あれ、これっぽいな。これっぽい気もする。あっち、どっちだ、どっちだ。うわ、誰だっけ、これ。うわー、ちょっとわかんねえ。にしよう。うわー、ちょっと竹富マン誰だっけ、もう一回見せて。いや、これ違う気がすんな。調べるか、ちょっと。気になるな。これ誰だ？
ちょっと待って、全然出るまい。うわー、でもなんかさっきのがのりさんっぽいな、今思うと。これじゃないのかもしんない。106誰だ、ちょっと見して。106誰誰よ、ちょっと。106、近藤和彦。近藤か。ちなみに小笠原はあれない。小笠原はあった、38。見てみますか。ビシッ、これで。ちなみにのりさんはやっぱオープンか。のりさんか。のりさんでもいいんだけどな。ちょ、のりさんにするか。小笠原っていうよりのりさんでいっか。もうのりさん見ちゃったからな。のりさんにしよう。のりさんにしちゃった。46か。あ、違う。ん？なんか違うな、これ。あれ？これ本当にパワープロ2018か？あ、スタンダードか、これ。46。はい、もうこれでいきましょう。で、もう一人期待すべき人間、米村。米村も右打ちなんだよな。なんかいい選手いねえかな。なんか意外とね、これっていうのいるんだよ、たまに。どうだろう、守備がうまいって感じだからな。ちなみにスタンダード85はユーキリスですけども、ね、ああ、ユーキリスだな。ユーキリス、ヨネの、ホセロペス、91番石井拓郎。あ、いいじゃん。石井拓郎みたいになってほしいから石井拓郎にしよう。はいはい、いいでしょう、いいでしょう。うん。ほんで、二つの設定とかなんか、あんまりね、やってないですけど、やってみますか。期待の逸材、東北の大砲。うん、やっぱちょっとつけようか。東海の安打製造機。期待の逸材。まあ、逸材ではあるんだよな、正直な。めちゃくちゃ期待の逸材ではあるんだよね。うん、いや、わかるわかる。期待の逸材ではあるんだ、正直。なんかないかな。まあ、いっか。とりあえずこれで。うん。あとは？まあ、応援曲設定とかも結構ね、いいんですけども。割と楽しいんですけどもね。潜在能力データ。うん。一応達成数見てみるか。期待してる人間たちの達成数を見てみましょう。まずは堀井。もう4つ達成しますな。走塁練習か。うん。うん。なるほど。シーズン何アンダーだろうな。わかんねえな。まあ時間かかるな。先に走塁練習させてもいいな。竹富マン。パワー練習。まあホームランも打点王もそのうち飛んだろうと思うと別に練習させる必要ないのか。シーズン9本塁打。ん？どうしようかな。通算本塁打のアイテムしょぼいな。はいはい。なかなか期待をされていますな。米村。うん。まあ、初安打、初二塁打ぐらいは楽にいける。シーズン何盗塁？厳しいかな。守備練習か。やっぱ守備系の人なんだな。うん。よし、わかった。なんとなくこんな感じで育成していきましょう。よし、じゃあ背番号設定終了。番外編終了です。ありがとうございました。